まあ偏差値だと例えば教育も上から下まであるんで、うん、下の方だとちょっと人科と同じぐらいになってくるんですけど、うんうん、問題の質は結構違いますね、やっぱり難易度は。難易度がやっぱりちょっと一線を画してますよね、うん、そうですね、あの辺からは、うん、いや6月来ちゃいましたね、本当梅雨だよ。いや梅雨ですよ、本当もう。何が見てたの、梅雨嫌い。いやもう梅雨大嫌いですよ、僕は本当。バイクはもうバイク錆びるし、バイク乗れないしで外出れないからさ、うん、勉強しやすいんじゃない、逆に。確かにそうですね、天気いいとさ、夏だと遊びに行きたくなっちゃうよ、うん、確かに。まあそんなね、悩んでる受験生の質問に答えていく、この番組は受験相談 SOS。 山口先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、うん、こんにちは、早稲田の教育は、マーチレベルを完璧にすればいけますか、やはりマーチレベルを完璧にするだけでは、早稲田の教育はきついでしょうかと。なるほど、いう質問です、うん、きついね。おうおう、もう早速じゃいちゃいましたね。だってさ、はい、じゃなかったらさ、はい、マーチレベルって置いてないでしょ。そうですね、早稲田レベルの問題出るから早稲田なわけだっていう話だから。そうですね、うん、まあ、はい、割とむずいですよ、あの、うん、マーチレベルでも戦えるその早稲田のっていうと、うん、まあ、はい、スポカと人科ならいけなくはないかなとは思うけど、うん、教育はなんだかんだ言って長文はむずいですからね、結構。そうなんですよね、うん、なんかまあ偏差値だと例えば教育も上から下まであるんで、うん、下の方だとちょっと人科と同じぐらいになってくるんですけど、うん、問題の質は結構違いますね、やっぱり難易度は。難易度がやっぱりちょっと一線を画してますよね、うん、そうですね、からは、うん、で、いやもちろんね、うん、マーチレベルができてない人が早稲田レベルやっても、うん、それはマーチレベル優先した方がいいんじゃないっていうふうに言うんですけど、うんうん、はい、でもマーチレベルのみで戦って受かるかって言われると、うんうん、受かる人もそれはいるだろうけど。そうなんですよね、それはいるけど。そうなんですよ。ただ取れない問題が最初からある程度確定してきちゃうんですよね、はい、最初からマックスこのぐらいしか取れないとか、うん、この問題取れないっていう前提の中で戦うことになっちゃうから、うん、例えば他の科目がめちゃめちゃできてね、稼げるっていうならそれは、うん、あるいは受かるかもしれないっていうふうには思うんですよ、うん、ただ不利になるんですよ、どう考えても、うん、やっぱり、うん、そうですね、そうだから、うん、マーチレベル完璧にするのはもちろん前提で、はい、プラス早稲田レベルまで受かる人たちは普通やってると思った方がいいっていうことですね、うん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 、そうですね、確かに。特にポレポレやってないとかなりきついですよね。そうですね、英語の読解は普通にむずいですね、問題文章題とかも、うん、最悪文法が終わってないとかならまあ、はい、うん、過去問とかでやったり分野別のね問題だけやればなんとかいけなく、会話とかだけやればなんとかいけるかなとは思うんだけど、うん、長文はね、さすがに読めない可能性が高いかなと。よっぽど読解力あるならあれだけどって話だよね、うん、そうですね、うん、まあ文章時代だったら小とかの方が簡単なんじゃないですか、きっと早稲田の、うんうん、だから英語ですね、うん、結局そのやっぱり基本的に早稲田の、ね、教育とかの早稲田レベルの問題が出てくるところであれば早稲田レベルまでルートは終わらせておくべきだとは思います、うんうん、それより下のレベルでっていうのは時間なかったら最悪それで戦う手もあるっちゃあるんだけど、うん、それは常にリスクを抱える行為だと思っておいてください。それはできないよりはできた方が絶対いい話なんで、うんうん、なので、まあ、マーチレベルでも、まあ、完璧でもいける可能性もあるけど、はい、まあ、できればその上のやっぱり忘れるまでしっかりやってほしいと、はい、はい、いうことですね、まあ、基本きついです、はい、はい、ですね、はい、はい、今回は以上です、はい、武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、そうですね、参考書だけで大学合格 .com っていうサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるっていうことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね、そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おー、すごいですか、おー、はい、ぜひね、この武田塾チャンネル以外のね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。